ジャン・ジュネは、フランスの小説家、詩人、エッセイスト、劇作家であり、政治活動家である。少年期から30代までは、犯罪や放浪を繰り返していた。1910年12月19日、家政婦であった母、カミリー・ガブリエル・ジュネのもとに、パリ・ロックに生まれた。父の名前は、フレデリック・ブラン。生後7ヶ月で母に捨てられ、田舎に住む。 木こりの夫婦の養子となった。ジュネは学校の成績は良かったものの、犯罪を繰り返すようになった。養母が死亡した後、新たな夫妻の養子となったが、繰り返して起こした犯罪のため、15歳の時に、寛解員に送られた。18歳の時に、外国人部隊に志願し入隊するが、後に脱走して、フランスを離れ、ヨーロッパを放浪した。この際にも、窃盗や小敷、 断章、売説、麻薬密売といった犯罪を繰り返していた。1942年、中央刑務所に投獄される。この時、初めての詩集、死刑集を、自費出版した。また、ジュネは、パリで、作家ジャン国刀に、自分の作品を読ませ、自らの文才を認めさせることに成功し、1944年、文芸誌、ラルバレートに、小説。 花のノートルダムの抜粋が掲載される。1944年、バラの奇跡を執筆。同年、終身金固形の休憩を前に、ジャン国党らが介入し、自由となる。1947年、ブレストの乱暴者や、女中たち。1949年、泥棒日記など、戯曲や小説を執筆。1948年、国党や、 ジャンポール・サルトルらの誓願により、大統領の恩赦を獲得する。1950年、白黒映画、愛の歌を制作。映画はこれ一本だが、脚本や戯曲を書いてもいる。この後、サルトルのジュネロン、聖ジュネも、相まって、執筆活動を数年にわたって止める。その後、1956年に、バルコン、1961年に、 呂布など戯曲を執筆する。1967年、自殺未遂を起こす。その後、5月革命に政治参加し、ベトナム戦争反対運動に加わる。徐々に移民問題に関心を寄せるようになる。1970年、黒人自治を目指して戦うブラックパンサー党と行動を共にし、アメリカ中で講演を行う。同年、PLO の提案でヨルダンに泊まり、 ヤーセル・アラファートと会見する。以降、精力的な政治活動を続けた。この後も、幾度か、中東に赴いている。1982年、サブラー・シャティーラ事件を目撃。ブラック・パンサー島や PLO などでの体験は、遺作、恋するトリコ・パレスチナへの旅に結実する。1986年4月15日、パリ13区内で死去。 アルベルト・ジャコメッティとの信仰はよく知られている。ありがとうございます。